さあ、皆さん、こんにちは、のっつおでございます。ということで、今回もホッコライフやっていきたいと思います。はい、ということで、前回ね、まあ、新しい家作ったりとか、新しい、だから橋を架けて向こう岸に行けるようになったりとか、まあ、とにかく住人も増えたりとか、まあ、いろいろとやりましたね。クラフトできるようになったのが一番でかくて、もうこのスコップもね、作れるようになって、まあ、ちょっと幅広くちょっと、今までよりもできるようになったのかなっていう感じがします。で、今回は何やっていくんだっけ？とりあえずこのミッション、雑貨屋のモスにあった花の種について聞いてみようからやっていこうか。オーマ。またもや村への貢献を達成しましたね。どうぞ報酬をお受け取りください。お金だね、これ。51っていうのがこの、右のね、バックの隣にある51で肉球のマークのコインは、なんかお金っぽいわ。なんで俺、50円も貯まってんのが謎だけど、まあ、その辺は気にせず行こうか。さあ、種について聞いてみよう。あ、ノッツォ、今日はどんな要件だい？花の種を。おお、花を植えるのかね。素敵じゃないか。ここではたくさんの種を取り揃えとるよ。実は手違いで届いた袋があって、いろいろな種類の種が混ざっとるようなんだが、もし花の種類がいろいろでも構わないのならどうだね？それでいいよ。上々だな。さあどうぞ。上々だなっていうなんかもう、口癖なんかな。ありがとう。ところであっちの具合はどうなんだい？グレートさ。さあそりゃ結構だが。いや、私が言いたいのは、つまり君の懐具合の方はどうなんだい？ふわーかな？やっぱり。ああ、そうじゃないかと心配していたんだ。でもね、君のバックパックの中には多分不要なものとかあるんじゃないかな？それを引き取るって言ったらどうかな？もちろんお金は払う。血とつてがあるんだ。何でも買い取ってくれるというやつでね。もし不要品があったら、いつでも声をかけてくれれば、買い取ってやつに渡しておこう。それでどうかな？上々だ。じゃあ、売りたいものがあったら、いつでも私に声をかけてくれ。おー、これでようやく、売り買いできんのかな？売れる。試しに売ってみよう。ミミズ売れる。ミミズ売れる。いやー。あー、でも雑草。1円も買い取ってくれねえの。お金の入った袋。え、お金の入った袋ってなんなん？え、でもいろいろな種もらったわ。まあ、いや、もう、売ることないな。ああ、最悪、おい、変なとこに作るからさ、あ、これか。ローサだっけ、なんかピンク色のさ、ピッピーみたいな豚。おい、俺のなんでもないフェンス。移動せな。なんでもないフェンスっていう名前のフェンスなんで。ちょっと置いとくわ、ここに。ちょ、移動しました。これ、俺の名物ね。なんでもないフェンス。名物なんで。さあ、植えていきましょうか。スコップが必要になってくるね。この辺とか。植えてみる？どうぞ。おお。まあ、とりあえず、自分の周りを華やかにしてみよっか。ここも掘れる。ああ。そんなギリギリもいける？じゃあ、いろいろな花を咲かせます。選ぶのも楽なんだよね。ここまでやるか。四つ目まで行こう。ここまで行く。ここまで行って、OK、全部植えんのか、これ。こっちも、やるか。ちょっと足りねえけど。こんなギリギリまで植えられんの。動物の森じゃありえないな。もうちょうど三つって感じだ。よし。全部植えて。これで、どうすんだろう。あ、レンだ。レンってのは、花ピアスの部だね。あ、こいつ。
鼻ピアスくん。いいな。あの鼻、いずれいい感じになりそうだ。グッジョブさ。手伝ってくれた礼としてもらってくれ。え？めっちゃお金もらわん、もらってるよね。257取るわ。いいんすか？ちなみに、草木はですね、生えてくることが分かったんですね。切り株残しとけば。で、村の中心にある、建築家のローズのオフィスが完成するまで、まあ、寝てもいいかもな、これな。することねえし。お、花咲いてるね、これね。次の日にしたんだけど。え、なんか普通に雑草っぽくなってないか？いろいろ混ざってっからしゃあないのか。あ、摘み取れるようになってる。いいね。こういうのもなんか資材として必要になってくるんじゃねえかなと思って、摘み取っといていいよね。てか、クラフトレシピみたいなね、教えてもらわないと、いろいろ作れないからな。早くいろいろ教えてほしいわ。おー、来た！ああ、ノッツオさん。会えて嬉しいですな。ご覧のように準備が完了して、オフィスも整いました。つまり今日から新しい家の注文を受け付けられるということですね。ありがとう。もしあなたさえ良ければぜひ中に入ってお話ししませんかな？ピッピー。お、なんでもないフェンスもちゃんとあるね。めっちゃ朝方なんだけどいいかな。3時20分なんだけど。あー、中に話そうと言ったらお前やんけ。喫茶店はいつも開いてんのか？やあ。やあ、ノッツオ。何かすることないかな？ああ、うん。村の人たちに声かけて何か困っていないか聞いてみるといいですよ。おー、来た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 。時間6時間だけね。送りました。いらっしゃい。私のオフィスに来てくれて感謝します、ノッツオさん。ここでは2つのサービスを提供しています。まず、右側の ディスプレイから、屋根と壁のデザインを購入できます。家の外装をカスタマイズできますな。品揃えは定期的に入れ替えていますから、お時間がある時に覗いてみてください。そしてもう一つ、最も重要なことですが、私は建築サービスを営んでいるんですが、もし新しい家を建てたい時は、私に注文してください。新しい家にはお金と材料の両方が必要です。この機会を利用して家の購入プロセスを手短に説明させてもらってもいいですかな？お願い。ここでは建てられる家を見ることができます。え、必要な材料。木の板16でできる。16でできる家？ 400。お金は400いる。家を建てるにはお金と材料の両方が必要だよ。どんな家があるか自由に見てみてね。見終わったら戻ればいいよ。ああ。なんでこれが高いの？よくわかんないな。これが一番高いんだ。ああ。レンガとかは、なんだ、粘土で作るのかな？なん、違うか。ヒノキの板。木の板の上位互換みたいな。石の板とか作りてんだけど、どうやって作るんだろう？ハンマーみたいなのあんのかな？私どもが言う様々なタイプの家を建築できることにはご満足いただけましたかな？実のところ、この村への移住に興味を持っているお客さんがすでにいるんですが、家の準備さえ整えれば引っ越し手続きも進められます。どうぞ、建築の準備が整ったら私に声をかけてください。さて、これで私がお伝えしたかったことは全部済みましたよ、ノッツオさん。では、今日はこの辺にしておきましょうか。何かあったらまた声をかけてくださいな。ありがとう。ああ、これか。右にあるのが、壁紙とか屋根のデザインね。なるほど、なるほど。まあ、お金が足りないよな、たぶん。板はすぐ作れんだけど。おー、植えた針葉樹が、ははかわいらしい。子供みたいな。いやさー、なんかさ、あの、釣竿とか網とかねえからよ。虫取ってみたいなことができないんだよな。
ちょ、虫取りてえなーって思っちゃうけど、誰かレシピ教えてくんねえかな。このスコップもさ、住民に教わったんだよね。だから住民がまたなんか吹き出しとか出てたら、話しかけるのはいいのかもな。あれ誰だ君知らん人いる。昆虫研究家やら。ああ、あなた。放浪する魂との出会いはいつも喜ばしいものです。あなたはとても素晴らしいオーラをまとっています。とても明るく、とても色鮮やかです。心が浮き立ちませんか？また昆虫研究家っちゅうことは、あ、これ網くれるんちゃうか。昆虫たちの小さな世界のことです。この小さな美しい生き物は、ある時は優雅に、ある時は忙しく、飛び回って仕事をこなしているんです。つまるところ、私たちはみんな小さな蝶と同じく、人生という大きな庭を飛び回っている存在なのではないでしょうか。すごいなんか、ね、哲学じゃないけど、昆虫学、昆虫哲学みたいな。私、研究をしてるんですよ。昆虫ですよ、あなた。食習慣、産卵パターン、オーラ、何でもです。蝶を間近で観察したことはありますか？いや、魅惑的な生き物ですよ、本当に。あなたも捕まえてみてはどうですか？ちょうどいいものがあります。さあ、この虫取り網をどうぞ。おお。私には予備があるから、返さなくてもいいですよ。どういたしまして、親愛なる友よ。近くで観察すれば、風に流されるひらひらと舞う蝶の動きに自分自身を見出すことができるでしょう。この辺りは観察にはうってつけの場所なんですよ。そうすれば私の言葉が謎かけだとは思えなくなりますよ。願わくばあなたが蝶のように健やかに世界を駆け巡れますように。軽やか。さらばです、親愛なる友よ。親愛なる友、親愛なる友ってお前。いつから俺たちは友になったんだ。でもこれで網ゲットしたから虫を捕獲し放題。お金作り放題。え？横振りなんだ。あ、来た。クジャクチュー。クジャクチョウか。あ、ちゃんと図鑑に載るの？いいね。しかも大きさも載るの神だな。やっぱこういったゲームはこういう昆虫採集から始まるだろう。楽しみだぜ。あっ！テングアゲハ。図鑑ちゃんと乗る？おお。ちょ、さっきのようにでかいよな。森林。あっ！来た。クジャクチョウ。クジャク。この世の蝶を俺がすべて取り去ってやる。テングアゲハ。木にいる？なんだこれ、モンシロ蝶みたいな。あ、アゲハ蝶か。おもろ。来た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 。なになに？なんて？あ、物がいっぱいですよってことか。あー、なるほど。ちょっと待ってな。物がいっぱいですやん？ちょっと、いらないものを売るか。あれ、いなくなってる。あの人。あ、いた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 。違う。まあ別に。売れるのかな、虫って。ちょっと売ってみよっか。さあ、売りましょう。買取価格。どんなもん。ああ、まあそこそこだな。まあでも。まあでも、高いか。ああ、これ雑草はどうせ取れるから別にいらねえよな。黄色い花びらもいらねえだろ。お、着々とお金が、溜まっていくよ。こんなもんか。というかさ、お金の入った袋って開けられないのか。あ、待て。
作れるようになっとるやん。お、朝鮮白蝶。新しい蝶だぜ。朝鮮白蝶。蝶々しかいないのかな、虫って。昆虫。あ、ごめん。素振りした。これも朝鮮白蝶ね。さあ、板をどれだけ作るんだっけな。追加10個作っとくか。OK。これで OK だろ。さあ、ということで、まあ、材料を集めたし、お金も集まったんで、聞いてみましょうか。新しい家。これは作れんだよな。いいですな。どちらに建てるおつもりですか？ついてきて。え？ああ。歩くんじゃねえよ、お前。新しい家を建てようって感じか。なるほど。まあ、こことか空いてるからな。ここにしてもらうか。まあ、木が邪魔だな。おい、のそのそ歩きやがって、お前。早くせんぞ、お前。店に並ぶことになんぞ。おい。分かってんのか。俺は本気だぜ。よし。OK。場所は決めてますかな？この辺りかな？わあ。いいね。ここに置いてあるか。確認ありがとう、ノッツオさん。すぐ取り掛かるんで、2、3日で完了しますかな？で、新しい家が完成したら、住人が入居する前に、基本的な家具を用意する必要がありますな。何か必要かは、家の外の、表札看板で確認してください。そうそう、私は、工事を監督するので、工事完了までは、オフィスを留守にすると思います。今回は本当にありがとう。では、いい一日を。良い一日を。待って、家具作んねえといけないの。家具か。書いてある、用意しないといけないか、あのものがあると。まあ、できてからってことか。おー、すごい。いいね。骨組み、ちょっと見えてるね。どんな感じになっていくのか。ははあのさ、なんでこいつはこの定位置でいるんだろう。なんかさっきから変わんねえんだよな。ちょっと動くんだけど、この場所にいるっていう。何を見つめてるんだ。てか、こいつらも、ここら辺に来るんだね。町の中心部っていうか、村の中心部っていうか。いいね。え、これなんだろう。クレオパトラ山吉町。初めて長所だ。なんかまあ、2日3日ね、かかるみたいなんで、虫取りやってます。まあ、というか、まあ、リアルな話すると、あの後少し寝たっていうね。俺が、めっちゃ煽ってくるんだけど、この蝶々。天狗アゲハかよ。いや、まだね、できてないんで、もうちょっと2日3日飛ばそうかなーって感じはするんだけどね。あ、飛ばそうか。あー、なんか、なんたらなんたらってやつ。あいつの名前も多分一生覚えられないわ。家の裏で捕まえる。イリスコ紫。あ、なんか紫アゲハとかいたな。日本の国鳥みたいな。その国々でなんかあれだよね。国の国鳥とかあるんだよね。それが、なんたら紫なんだよね。紫アゲハだっけ？アゲハ紫だっけ？なんか、いたよな。お、なんだ、これ村への貢献を達成。ボーナス、お金を獲得。お金の入った袋。なんか称号ゲットしたわ。もっと大きな村に新しい家を建てようって書いてあるけどさ、これできたらもう、OK なんだよね。ちなみに、森林伐採ね、今日もしてたわ。なんか生えてたから。これでお金が手に入ると。OKOK。なんか見たことないよな。全然捕まらん。天狗アゲハガイ。おー、来た！ああ、ちょうどいい。え？なんだこの猫。
この人は入居者かな。ノッツォさん、こちらが以前お話しした依頼主のオーウェンさんです。手続きも済んだので、晴れて新居に引っ越しする準備ができたんですよ。全部終えるのには、あと少しだけあなたにやってもらいたいことがあるんですが、いかがですかな？あ、なんか家具作れとか言ってたな。いいですな。では、オーウェンさんをこの家の住居として登録してもらえますかな？家の外にある表札看板にアクションしてもらえれば始められますな。上表札看板。ちょっとさ、これ家邪魔だよな。アクションしたいけど。あ、これか。住居の、住民の入居、表札看板からこの家の情報を見ることができるんだ。当職変更や入居人の管理はここからできるよ。入居させるを選択して次に進もう。へぇ。オーウェン。入居したがっている住民候補の一覧だよ。オーウェンを選択すると入居してもらうことができるんだ。なかなか活かした猫ちゃんだね。これでいいでしょう。晴れてオーウェンさんがこの家の住民の、家の住民として正式に登録されましたよ。長女に夢中なんですけど。ノッツォさんはこのエリアにもっと家を建てたいと思ってますかな？思ってる。どうでしょうども。ただちょっと心配なのは気をつけないと空き地が足りなくなるかもしれませんな。こんな開放的な土地で窮屈な思いをしたくないでしょう。しかし喜んでください。いい解決方法があるんですわ。ある建築家仲間から聞いたんですが、ちょうど向こうの段差の上にある高台は、ちょっとの手間でアクセスが良くなるそうなんですが、彼らは親切にも、段差を越えてその土地にアクセスするための階段のデザインを譲ってくれました。こういったものづくりは、あなたの方が私なんかよりはるかに手慣れているでしょう。デザインを渡しますから、検討してみてくださいな。ああ、短い階段。これですな。ああ、素晴らしい。これで今日やるべきことは終わりましたよ。ところで、最近食堂店主大間さんと話したんですが、何でも村に引っ越したいという人が増えているんだそうですが、将来的な住民の候補について、あなたはあの人に話を聞いてみるのもいいかもしれませんよ。どうしよう。それはいい。では、以上ですな。オーウェンさん、新居での生活をお楽しみください。また近いうちにお話ししましょう、ノッツォさん。ごきげんよう。じゃあね。オーウェンさんはマジでこれ、あれだね。何にも一言も喋んなかったね。これ短い階段はありがてえな。やっぱ短い階段というものが存在すんだって話だけども。ちょっとこれ、デザインというか作ってみようか。作れるなら作りたいな。丸太も結構集まったし。デザインってこれだっけ？これだ。ビルド。あ、木の板が足りない。木の板足りないから、ここで生成するしかない。OK。短い階段のくせに、あ、でも、そっか。橋54本もいるんだったら、こんなもんか。シンプルな階段。久々に話すか。レンチ君出ておいで。お、早速いるやん。オーウェン。よう、調子はどうだいのっつ。昨日仲間と出かけていて気づいたことがあるのさ。なんだと思う。この村には座るところがないんだ。まるで地べたに座るか全く座らないかの二択さ。どうしたもんかね。どうにかしよう。そいつはいいな、どうするのさ。ベンチとか？ああ、なんともそいつはまだいいアイディアだな。ベンチがあれば完璧に問題解決だ。そんな感じだろ？二人掛け、椅子。持ってけ。こりゃいい感じになりそうだ。終わったらシャウトで知らせてないいか。シャウト。猫と犬の会合。まあ俺はそんなことよりも、この橋を架けるのに。どうしよう。足から。何個でも作ればこれ何個でも、なんかホッコって書いてある。なんか話してる！もっとゆっくり喋ってくれよ。
あんたと話してると私は自分が年齢以上に年寄りだと思わされちまうよ。話してたのに。なんか微妙だな。くい。こんな感じで、おお。こっちにも行けるようになった。丸太。おい、黄色い花びら売っちまったよ。最悪だ。黄色い花びらが必要なんかい。売っちまったぜ。あ、でも、足りそうな。いやー、そっか、黄色い花びらが必要だったのか。あ、でもあと1個なんだよね。この1個が足りねえんだよな、多分な。このワープゾーンみたいなやつ、ちょっと1個だけ作りたいわ。あ、来た。よかった。現地調達できてよかったわ。これだね。じゃーん。すごいな。山からもういろいろ行けるな、農場、小さな森、海岸。この先は、ちょっともう少し後で行こう。すごいね。ここにも家建てられるってことだもんね。森林伐採してさ。話してる。おっと、どうした？話してるところに話しかけられないんだ。さあ、腰掛けベンチ作りましょうか。あ、違う、もらったのか。あれ、作成。あ、来た。丸太が10、お、作れんな、これ。待てよ。物がいっぱいなんだよね。ちょっと売ってくるか。よっしゃー。2個作んないといけないんだっけ？2つね。ビルリング。で、ビルリング。オッケー。これで2つ作ったかな？よし。丸木ベンチ。丸木ベンチ。まあ、とりあえず腰掛けられる場所は、この向こうとこっちでちょっと、一個ずつ置いとくか。ね。どうしよう。まあ、一個はこの川沿いに近いところに。ドボンしちゃうみたいな。ドボンしちゃう系のベンチ。ドボンしちゃう系のベンチ置いといて。で、あとは、やつの家のところの近くにベンチ一つ置いといてやろう。こんな感じでさ。よし。これで完成です。今日入ってきたばっかのくせにいろいろと注文つけてきやがってね。おい、ベンチの設置うまいことやったそうじゃないか。もう二度と地べたになんか座らないさ。ああ、でも芝生に座るのはありか。まあいいや、サンクス、ノッツォ。オッケーオッケー。おや、ノッツォ。初めての新しい家の完成おめでとうございます。どんな気分ですかな？もう最高。なんと素晴らしいですな。そういえば、この村に引っ越したいと言ってくれるお客さんが結構いるじゃないですか。なんだかそわそわしませんかね。そわそわワクワク。そのお客さん、そういえば今日、うちの店に寄るって言ってましたね。彼らが店にいる間に挨拶して、引っ越しするように話してみてはどうですか？それはいいですな。確かではないのですが、あのお客さんたちもうすぐ来ると言っていたような。何せよランチとディナーの時間はお客さんをお待ちしてますんで、必要なら外の掲示板で営業時間を見ておいてください。待て、ベニーから要望リクエストあり。村へようこそ。ランチタイムが D タイム に食堂へ行って住民候補と会ってみよう。なんか面白そう。駆け足できるように。なんかもらったん？まあ、これは、ディナータイムの時とランチタイムの時に、違う人が現れるってことか。ちょっと面白そうだけどね。まあでも、ランチの時に見てさ、いい人がいたらさ、まあ、それに決めちゃうかもしんないね。ヨーロッパタオチョウ。タオチョウ。なんか珍しいのいたから捕まえちゃったわ。じゃあ。
いや、まあ、珍しいのはいいとして。あ、そっか、待てよ。ベニカの夜、ランチタイムかディナータイムに食堂へ行って、今はこれか営業時間でどうやって見んねん。営業、あー、そっか。食堂を開ける。外にあるうんたらかんたらで、見てくれよなとか言ってたけど。おーおおお、のつお、なんといいタイミング。こちらがポーワさんですよ。ここに引っ越してくることに興味があるか、彼らと話してみてくれませんかね。任せて。いいですな。豚なんですけど。ああ、ところで新しい住人が入居できるように空き家を用意しておく必要がありますね。あなたは確か建築家のローズさんと一緒にやったことがありましたっけ。もしわからないことがあったら相談してみてください。めっちゃいいやん、この豚。ついに、貴重な蝶の繁殖地を見つけたんです。ピンとこないかもしれないけど、すごいことなんですよ。この辺り一帯をどれだけ探したことか、案内を頼めばもっと早くたどり着けたんでしょうけど、そんなんじゃ冒険って言えませんものね。この、類まれなる発見をさらに追求するためにしばらくは滞在すべきですかね。いっそ、引っ越してきなよ。なんかあれだね、動物の森のキャンプに来た人を勧誘するみたいな時のやつだな。それは素晴らしいアイデアですね。収集物を整理するにも最高のタイミングですし、もう始めてしまいますか。ここの夜空は、小生が見た中でベストです。腰を落ち着けるには理想的な場所かもしれませんね。小生っていうの。一人称。ビビるね。お、ツバメシジミっていう蝶、なんか綺麗だな。はい、ということで、まあね、その新しい入居者、このブザちゃんを仲間にするのは時間にしましょう。あとね、その山が解放されたっていうことで、山が解放されたならば行ってみたいなというふうに思います。そういうのも含めて、次回やっていきたいなというふうに思います。ちょっと賑やかになってきたね。あとこの、ベニから要望があるので、それもちょっと、あれだね、こなしていきたいなと思います。これお金貯めるの結構大変なんだよね。蝶々ね、一匹高いのもあるんだけど、まあ、結構蝶々が全然湧いてない。いや、湧いてるんだけど、お金集めるの結構大変だなっていう印象だな。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。